どうもこんにちは、今回はですねケムビルさんの A テント、ただいまですね幕開けで販売中なんですが、こちらをですねご提供いただきましたのでご紹介します。さあ、あんまりですね前知識なしで開けていくんですが、まだこれ一回もね開けてません。とりあえず開けてみると、韓国製ですね。韓国語で、ハングル文字で書いてあります。全部ハングル文字か。まあでもね A 型テントなんで、フレーム組み立ててテントかぶせてみたいな感じになるのかな。うん、ちょっとやっていってみましょうか。これがフレームか。フレームがあって、これがペグ類ですね。ペグ類があって、まずこれがペグですよね。ここにペグが入ってて、あとパーツとしては、この連結パーツですね。ポールを連結するやつでしょう。それとロープがついてると。ポールはおそらく同じ長さのものが5本ありますね。先っぽが尖ってるポールは4本と、尖ってないものが1本。尖ってないものがおそらくあのフレームとフレームを渡すものになるんじゃないかなと思います。とりあえずこれで組んでみますか。これがここに来るはずです。で、こっち側にこれが来ると。で、片方の尖ってる部分はハトメにはめ込むという感じになってます。多分こういうことだと思うんだけどな。自立式ではあるんだけど、ちょっと怖いんでペグを打っちゃいます。ちょっとね、今やってみたんですけど、これここがねこのままだとたわないんですよ。なのでちょっと外すしかないので、一回外してみます。で、あ、これならいける、これならいけると。とりあえずこれですね、ここに止めて、周りのところも全部引っ掛けていきます。これで一応フレーム部分は出来上がりました。ちょっとインナーをねフルメッシュにしてみます。さあ、これでちょっと見ていってみましょう。メッシュですね。横は左右メッシュで、前面と後ろもメッシュになってます。で、この上の方ですね、上の方は、中からしか操作できないんですが、一応ここもねメッシュになってると。で、素材はですねおそらくこれポリコットンです。こんな感じで、これは気持ちよさそうですね。とりあえずインナーテントはこんな感じになってます。で、インナーテントはポリコットンです。ポリコットンで、ただ下の方だけは素材が違いますね。下の方はこれはよくあるナイロンみたいなやつですかね。ちょっと素材を、今表示しますけども、ここはポリコットンではないと。で、ここがポリコットンですね。インナーがポリコットンになってる、テントです。さあ、ここにですねフライシートをかけていくんですが、これが入り口になるところだと思うので、入り口を開けちゃいます。で、反対側にも入り口があるはずなので、こっちも開けると。こっちがね重たいんですよね。よいしょ。あとは普通のテントと同じですよね。バックルを止めてですね、まあ、ある程度の長さ調整をここですると。さあ、これが A テントです。で、この辺は何になってるんだろう。ああ、ロープを張ることになってるのか。なるほど。で、ここがねクリアなんですよ。クリアなんですが、これはね多分あると暑いんで、ちょっと僕は外しちゃいます。冬はねあってもいいかもしれないですけど、これからの時期はこれあると絶対暑いんで、ま、外してしまいましょう。で、この横ですね、横もね同じような感じになってます。ちょっとこれ開けてみますね。こんな感じで開けると、ま、ここが透明になってますよね。一応ねここロールアップもできます。ちょっとやってみましょう。
まあ、冬場はですねメッシュにしとくと寒いけどちょっと開放感が欲しいとかね、そういう時にはこの透明なビニールもいいかなとは思いますね。ただこれだと暑いのでやっぱり個人的にはね開けときたいかなと思います。この辺はね、でも欲を言うならですけどね、ここのファスナー欲しかったですね。もう一個ファスナーがあって、まあ、さらにねここから出入りできるとよかったりするのかなと思ったりもしますが、きっとねあのパップテントとかが今流行ってるから、でもパップテントはちょっとなっていう人のために、設計されてるんじゃないかなと思うんですけどね。うん、ちょっとポールつけてみますか。さあ両方跳ね上げるとですねこんな感じになります。かなり開放感がありますよね。で入り口から見るとねこんな感じになってます。ちょっとポールがね揃ってないので申し訳ないんですけども、まあこんな感じでだいぶ開放感ありますし、雰囲気もあってねいいんじゃないですかね。こっちをね左右張ると安定感は増しそうですけど、ね、まあこれでもね十分安定感はあると思いますが、それと、これね直接敷いてます。メーカーさんにですね、グランドシートありますかって聞いてみたんですけども、グランドシートはついてますっていうことだったんですが、どうやらねこれをグランドシートって言ってるっぽいんですよね。ここ素材が違うじゃないですか。だからこれをグランドシートって言ってるっぽいんだけど、日本は湿気が多いので同じサイズってのはないかもしれませんが、まあこれに近いサイズのグランドシートは別途買っておいた方がいいのかなと思ったりもします。まあ、やっぱりですね気になるのは中ですよね。外はいい感じなんだけど中の広さどんな感じなのっていうのがやっぱ疑問だと思いますんで、ちょっとねコットを入れてみましょう。テントをね見た時に結構サイズ感が分かりづらかったりするもんですからね。さあそれではねちょっと見ていただきますが、まあ、こんな感じで置いた場合は余裕ですね。余裕で置ける。でこっち側、あこっち側も余裕で置けますね。ということは、いや結構広いなこれ。コットが2つは入りますからね。コットなしで寝るんだったら3人って感じかな。でこっちだったら、まあ、でもこっちも3人ぐらいいけるか、まあ、広く使いたいなら2人ですけどね。ああこのテントいいな。ただね、まあ、懸念点としてはですね、これコットンテントっていう名称で確か売り出してたんですけども、このインナーテントの横と上、メッシュじゃない部分とこの下のねグランドシートじゃない部分、これがポリコットンです。で外側に関しては思いっきりナイロンなんで、ポリコットンテントと言っていいのかなぐらいのポリコットンテントなんですね。インナーテントは確かにポリコットンなんですけど、フライシートがねポリコットンではないですけど、まあ、そこに目をつぶればねいいテントだと思うな。めっちゃ涼しいし、で日陰に全然なってますしね。跳ね上げをしてなかったらおそらくここまで日が差してるはずなんで、こんな涼しい感じではないですけど、夏場は涼しく過ごせるな。今ここ開けてますけどね、ここも当然閉めたりメッシュにしたりできるんで、これはいいテントじゃないかな。でこのスペースですよね。このスペースも言ったら両手広げられるぐらいのスペースがあります。これはなんかありな気がする、このテント。あとはこのインナーテントの中ですよね、左側と、右側に両方ともポケットがついてます。で、上ですね。上はちゃんとランタンフックもついてるので、まあ、この辺は問題ないですよね。まあ、当然の装備がついてるという感じです。さあこれがテントの中からの景色です。結構広さがあるのが分かりますよね。ちょっとあっち散らかってて申し訳ないですが、でこの開放感と、ちょっと足とかで大きさをある程度分かってもらえればなと思うんですけど、結構広いですよ。こうしてみるとだいぶ開放感があるテントっていうのがね分かってもらえるんじゃないかなと思います。たださっきもねお話ししたんですが、ここですよね、ここのメッシュのところも出入り口にしてくれたらもっと使いやすいのになって感じはちょっとするんですよね。中からのね開放感も素晴らしいですし、そして風通しも素晴らしいと。でこの跳ね上げ式のところがあるおかげで中はしっかり影が作れるので、これはいいテントだと思います。ということで今回はケムビルの A 型テント、こちらをご紹介しました。
色に関してはですね、これとあとグリーン、もうアーミーグリーンみたいな色もあります。でアーミーグリーンみたいな色の方がもしかすると見た目的にはかっこいいのかなという感じがしますね。でこれだけ開放感があるテントということと、このインナーテントですよね、インナーテントがポリコットンです。ポリコットンなので、まあ結露もしにくいという面ではですね、このテント結構ありなんじゃないかなと思います。気になる方はですね、幕開けで販売中ですので、この動画の詳細、概要欄の方にリンクを貼っております。ぜひ、ね、そちらもチェックしてみてください。それでは